皆さんこんにちは。今回はうなぎチロルを買ってきました。普通のうなぎとどこが違うのか食べてみましょう。では中身を見てみましょう。うなぎの具がうなぎの形をしていてとてもいいですね。チロルチョコと書いてあるのでとても美味しそうです。では中身を見てみましょう。包みを取ってみましょう。包みを取ったらこんな感じです。キャラメルチョコみたいでとても美味しそうですね。では食べてみましょう。チロルチョコの味がしていて、うなぎのあんまり味があんまりしないですね。だけれどもチロルチョコがとても美味しいので、うなぎを嫌いな人も食べれますね。中身はクッキーみたいなサクサクがあってとても美味しいです。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。バイバイ、また見てね。